後ろ肩の土台布を留め付けています。肩よく部分は最終的に前肩と一続きにしようと思いますが、これは後で平面操作でやろうと思っています。とりあえず土台布を後ろ身頃に留め付けます。前中心を正バイアス地の目を通して据えています。えりぐりに切り込みを入れてネックポイント、ショルダーポイント、バストポイント等を留め付けています。脇縫い目がなく後ろにかけてつながっているデザインですので、後ろ身ごろを今仮留めしています。アームホール周りの不要な布はこれから切り取ります。1本目のダーツを取ります。このダーツはバストポイント方向に向かっているので比較的取りやすいダーツです。2本目のダーツを取ります。このダーツはデザイン的な要素が強いと思います。3本目からは後ろにかけて一続きになっているので、バランスを取りながら留めていきます。今はダーツポイントの位置の際まで切り込みを入れて、ポイントの位置をこれから決めようとしています。ダーツ上下止めています。上と下でかなり寸法差があることが確認できます。4本目のダーツを取ります。後ろ中心のダーツ位置を確認して今仮止めしました。次に4本目のダーツのポイント位置を今決めています。ダーツを止めていきます。このダーツも上と下でかなり寸法差があることが確認できます。4本目のダーツポイントの位置を確定するために前中心際まで切り込みを入れてポイント位置を確認しています。5本目のダーツを取ります。5本目のダーツはヒップから下のシルエットがこのダーツ量によって決まるので、そのバランスを取りながらダーツ量を見極めています。ダーツポイントを今見極めて留め付けています。ヒップ下のシルエットを今確認しています。セミタイトシルエットになることを意識してダーツ量を設定しています。後ろ中心の不要な布は切り取ってしまいます。アウトラインが決まりました。前中心がバイアス地の目のため、ダーツ角度の方向は地の目が通っているため、なるべくここの上下の距離のダーツ寸法を合わせたいと思います。今合ってない分を調整するためにダーツの奥に切り込みを入れているところです。
上身頃の寸法が短く足りずに、ウエスト寸法が小さいので、これから上身頃のウエスト寸法を少し出す操作をしようとしています。上から布を送って下に、ウエスト寸法が大きくなるような操作を今しています。これで下身頃と上身頃との寸法差を縮めようとしているところです。重ねはぎで留め付けます。4本目も同じように上下の寸法差があるので、それを縮めるために切り込みを入れました。重ねはぎで上下の寸法差が出ないことを確認しながら留め付けています。下側を少し今落として、下側のウエスト寸法が大きくなったのを下に落として、ウエスト寸法を減らしているところです。5本目のダーツも上下に寸法差があります。ダーツ奥に切り込みを入れて、これも上下の寸法差をなくそうという処理をします。3本目の前中心部分のダーツのポイントの収まりが悪いので、今切り離してしまいました。これで完全に上下が2枚に分かれてしまいました。前中心部分の収まりを良くしようとすると、前中心部分で少し上と下で口が開いてしまっています。今ダーツのデザイン線を確認しているところです。印付けをしています。一旦外してラインを引き直しています。3本目のダーツで上下切り離されていたものを再度1枚にくっつけてしまいます。ダーツ奥の分量も多すぎたので、平面上で畳んで、ダーツポイントの反動を少し少なくする操作をしています。再度新しいシーチングに取り直して組み立て直します。袖付けです。前からつけています。これで前袖山の高さと前の袖幅の情報をこれによって知ることができます。筒袖にしているところです。筒にして袖付けをしています。前渡り部分を止めて、袖山の高さ、フリーの角度等を確認しています。袖口にダーツを取って、袖口を細くして6分丈ぐらいの袖丈にしました。これで完成です。